中継って何？ユーストリーム。そうそう。が今あの随走員の方がやってくれてるので、多分位置は向こうに本部に来てるはず。結構ギリギリまで。これオーバーシュート気味ってやつ。雨の日はきついな。
ないでしょうか。そうです、ええ、大丈夫です。一般的には特に制限があるわけではないので、はい、大丈夫です。あ、ピクッと動いた。今、復旧作業に終わったら言う。動いた。っていうか、コンピューターが貧弱すぎて時々止まっちゃうっていう。あ、そうなんだ。雨粒。あ、やっぱりそれか。先生の角度から聞いてるの見えますか？え？いや、わかんない。広がらないで、キャリアは外でいいと思うよ。真後ろではなくて。うん。止まった時にワッと駆けつければいいので、そんなに真後ろにいなくても。前に走った時はどうだったの？そんなに雨粒はつかなかった？前に走った時ってそんなに雨粒はつかなかった？うん、明らかに雨粒としたら、もう一つのチームに伝えてあげた方がいいかもよ。それは連絡してもらった方がいいです。翔太にお願いできる？どういう状態か見てわかるよね。今、うん、雨粒が落として見て、雨粒でコストだらけになって SR の計算がまた重くなってみたいな。出てない。あ、雨が強くなってるのか。さっきよりも、はい、相変わらずコストがたくさんある。でもどっちしても1時90分ですよね、確か。90分だか2時間だかですよね。はい。いや、自立ではないと思う。止まってた。うん。横国台は自立じゃなかった。さっき止まった。さっき止まって。
なんか順調に走り始めたね。落ちたかな。雨粒が落ちたかな。あ、なんだ。あまりにもゆっくり進もうとして下がってるって感じ。あ、どうぞ、すみません。やっぱり水滴だね。あ、どう、晴れてくんないかな。行けー、お前ならいける。ゴーゴー、前進前進前進。お、来た。ちゃんと話聞いてくれんじゃない。頑張れ頑張れ。さっきのところってやっぱ雨粒が大きいのがね、葉っぱにたまっと落ちてくるから。